で、これでロッカーに入ると発動するんだよね。どうか。あ、発動した。撃った撃ち込んださあ、引きずられていきますよ。これやばいな。これほんとやばいね。そうだね。オフレコ発動してますね。あの、うめき声が聞こえないですね。普通だとうめき声が聞こえるんですけど。 ザリーナ・カッシル。ね。都会で生き抜く術を使って探知から逃れ、えー、他の生存者を大いに手助けする有名なドキュメンタリー作家とのことです。うん、冒険家ですね。で、こういうパークのオフレコ、おとり、人々のためにを使って、 えー、危険に直面する中で身を潜め殺人鬼の木を揃わらせて自分の身の安全と引き換えに他者を素早く回復させるふんふんふん自己犠牲をね伴うキャラになるみたいですねカッシルはえー、とねパークは何ですかね、えー、まずオフレコあなたは学んだ静かなやり方が 時に最も有効であることをフックから救助されるかフックから自力で脱出するとオフレコが60秒間発動するオフレコが発動している間あなたのオーラは殺人鬼には見えず怪我の痛みになるうなり声が100%減少するはいまオ、あ、フレコですねで次「おとり」あなたは人間とは大きな音を出すものに一番注目するものであるということに気がついた 発電機を3秒以上修理するとあなたに、えー、っと見える黄色のオーラで強調される発電機の強調は完全に修理するか、はあ、新しい発電機を修理した場合あるいはロッカーに入るまで持続するロッカーに入ると強調された発電機の位置を殺人機に知らせる騒音ゲージが発動するおとりは100秒につき1回のみ発動するそうですね不協和音 を自自分でで由にに発動させられるるっってて感じのものもなってるみたいですねだからここに書いてあることを読んだらまあ3秒以上修理してるとね、うん、それにおとりの効果が付与されるとでそれを発動させるにはロッカーに入る必要があるって書いてますねロッカーに入ると,、えー、と騒音ゲージを発動させるみたいです えー、ロッカーに入らずに新しい発電機を修理した時と完全にその、えー、っとおとりの効果が付与されてる発電機を修理しきったら発動しないってことですね。うん。ロッカーに入らないと発動しない、えー、ものになってるのがおとりですね。なるほど。はい。じゃあ、えー、最後のパークですね。人々のために。 あなたは他人のために自らの命と怪我のリスクを犯す。人々のためには無傷状態の時のみ発動する。医療キットを使用せず他の生存者を治療している間にアビリティ発動ボタンを押すと即座に品種から負傷または負傷から無傷に回復させることができる。やばこれやばあなたは負傷し110秒間衰弱ステータスの効果を受ける。うんなるほどね。 即座に味方を回復させる、一段階回復させる代わりに自分が傷を負ってかつ回復がね一定時間できないっていうパークですねこれああなたはオブセッションになるだってマジで自己犠牲の塊じゃんねこの新サバイバーこのパークを装備すると装備開始時に殺人鬼のオブセッションになる確率が低くなるうんうんうん オブセッションを回避するパークとしても使えるかもしれませんね。はい。えー、っと、まあ、これがですね、新キラー、あ、新キラーじゃなかった。新サバイバーのザリーナカッシルのね、えー、こういうパークになります。じゃあ次はね、キラー見ていきましょうか。うん。じゃあね、えー、っと、最初はおとり、ね、やらせていただきます。じゃあ発電機つけますね。3秒間だよね。3秒間つけるとおとりが発動すると。 あ、おとり発動しました。で、あ、ちゃんとオーラがね、見えますね。おとりが付与されたものについては。で、これでロッカ回に入ると発動するんだよね。どうか。あ、発動した。うん、発動してるね。今、赤いマークが出たんで。で、おとりもね、ちゃんと消費されてますね。えっ、ー、と、キラーの方。今、騒音ゲージ。 っていうかバゴーンっていうね爆発音は確認できましたがどうですか破壊音になりました OK ですはい以上がねおとりの効果になりますじゃあ今ねおとりの効果付与したんですけどえっ、ー、とここで別の発電機をつけましょうかそうするとあそこのおとりの効果が付与されてる発電機はキャンセルされるはず 1>, 1、2、3、あ、消えた。じゃあ次、こっちに付与された感じだね、おとりが。だよね。ほらほらほら。はい。こんな感じでね、別の発電機をつける。またはね、完全に、えっ、ー、と、おとりの効果が付与されてる発電機を修理しちゃうと、おとりの本来の効果はキャンセルされてしまうみたいです。はい。まあ、今回はね、完全に修理は、うん、まあ、除いとこうかなって。 長くなるんでねじゃあ次はね人々のためにを取りたいと思います、えー、キラーさんにはね、えー、森を打ち込んでもらいましょうかうんもう一人のサバイバーの方によろしくお願いします打った打ち込んださあ引きずられていきますよこれやばいなこれほんとやばいね FPS エイム力がいい人はすごいきついと思うえーとじゃあこれで人々のために使いましょうか おそらくあのなんかアイコンが出るんだよ、ね、やばい狙われてる怖い怖い怖いえっ、ー、とじゃあ治療しましょうかあ人々のためにって出たねじゃあ使いますね人々のために発動おおすげえ <laughs> 瞬時にねああの治療できましたねで自分に衰弱だっけ、うん、あれこれ衰弱効果でしたっけステータスまあ治療負荷のねステータスがね付与されて自分が負傷しましたねはいこれが人々のためにです で再度使用するには自分が完全回復する必要がありますよねでこれでまたキラーの人にね今治療してるサバイバー傷つけてもらえば再使用の確認ができますよねあら,らららダウンしたあそっかダウンした場合でもね使えるんだよねで人々のために使いましょうかほっ、ね、こんな感じで自分が完全回復すればね人々のためには何回でも使える やつですただね、あの、再度全開になるまでに時間がかかるんですけどね。はい、以上が人々のためにのパークの内容になりました。はい、それじゃあね、えー、次はオフレコやりたいと思います。OK。で、これで、えー、フックにずるしてもらって、うん。で、そこの裏に行ってもらって、 ではいと、あれ救出で、えー、治療しましょうか。あ、ここでいいね。治療しましょう。はい。どうですかねえー、っと、オフレコ発動してますかうん。オーラ見えてませんかねそうだね。オフレコ発動してますねあの。うめき声が聞こえないですね。普通だとうめき声が聞こえるんですけど。あ、OK。治療されてる側は見えなくて。 治療ししててる側だけ見えてましたあーそういうことねそういうことねはい今ですねあのキラーの人にはねナースコールを持ってきてもらったんですけどねオフレコが発動してる状態で治療したんですけど、えー、と治療されてる側のオーラはナースコールを通してね見えなかったみたいですつまりオフレコの力によってオーラが遮断されてたってことですねはいありがとうございます で、えー、っと、しっかりね、あはえー、っと、うめき声もね、100%消えてたんで、うん、オフレコの効果を実感することができましたね。ということで、えー、今回はオフレコを確認しましたけど、こんな感じになっております。はい、いかがだったでしょうか。ね、とても、うーん。 個人的にはね、キラーの方のこういうパークがね、微妙なところがあるんですけど、うん、それを差し引いてもね、この特殊なライフル銃、楽しい楽しい、うん、ハントレスよりかねあの、当てやすいっていう印象はあったね、あの遠距離武器を、遠距離攻撃用か。 やっぱりね、ハントレスと違うのは、こっちはね、サイトを除くからね、狙いやすいんだよね。ハントレスはね、あの、サイトなんてないから、うん、大体の位置を覚えといて、ここでこう、まっすぐ飛ぶっていう位置を覚えといて投げないといけないからね。うん。照準っていうのがないからね、そこの違いがあって、まあ、ちょっと狙いづらいところとかあるんですけど、こっちはね、ちゃんとサイトを除いて、しっかり狙いをつけて打てるんで、当てやすいです。 ただね、あのー、結構距離が離れてる人を狙うときは、偏差打ちを考えて打たないと当たらないってところがあったんで、まあ、ここはね、あのー、このライフルの射速をかん何回もね、プレイして試して、慣れていく必要があります。それさえすればね、あの、バンバン当てられると思いますね。うん。それではね、まとめ動画最後まで見てくれてありがとうございます。長くなったので、本日はここまでとさせていただきます。えー、PTB ね、急に来たんですけどね、皆さんも、 この動画を見たりとかね、また、ツイッターとかでね、知ったらね、うん。ぜひともプレイしてみてください。でね、もしよければね、あの、チャンネル登録とか、高評価とか、気軽にコメントしていただければすごくありがたいです。えー、っと、高評価とね、コメントしていただけるとね、あの、検索欄にヒットしやすいっていうね、お話とかを聞いたりしたんで、ね、よければお手伝いしていただければ嬉しいです。高評価に関してはワンクリックですんで、よろしくお願いします。 はい、それでは島津の ptb の新キラー新サバイバーのまとめ動画になりました。失礼させていただきます。チャンネル登録、コメント高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。